おま。えじゃないか。あまりそのなんだ、そういう殺し文句っていうのか、そういうのはその慣れてないからやめろ。あーいや、謝らなくてもいいんだ。あーうまく言えない。とりあえず食べろ。おかわりとか必要だったら遠慮なく言えよ。今度はご主人ちゃんの好きなものを教えてくれると助かる。きっと美味しく作るから。もちろんだ。どうした？行かないのか？問題ない。完璧だ。完璧だ。どうした？それはできない。お前は私の仕事を取る気か？わかればいいんだ。これか？ほうきだが。当たり前だろ。私の責任だからな。うん、いかん。遅刻する。婿を遅刻させるは嫁の恥。聞かぬは一生の恥だ。
ああ、私たちの学園はこの町で最も低い場所に建てられているからな。ああ、猫だろう。この辺りは猫が多いんだ。学園だ。イーツ学園だ。当たりか？ご主人ちゃんが今考えていたこと。そうか。うん、そうか。この調子でいけばいいんだな。次はあれだ。せーのでな。な。せーの。ニーツ学園へようこそ。お主人ちゃん。うちの学園は一応は制服が定められているが、着るかどうかは個人の自由なんだ。そうだ。やっぱり私は勉強不足だ。ご主人ちゃんの言ってる意味がよくわからない。いや、そうではなく、もっと勉強しなければ立派な嫁になれんな。ニートってなんだ？あやす。うん。お、いい。
いやこれまたいい陽気でね、太陽のやつも E が投稿するってんで頑張っちゃってますな。なあみんな、いや全くだ。E さんの輝きの前には太陽とて道を譲るさ。おっとこれは失敬、太陽は頭上ではなく僕の目の前におられましたな。おはようございます。ああ、イー君おはよう。お、その荷物重たそうだね。よかったら教室まで持って行かせてもらうよ。問題ありません。そっか、でも何かあったらすぐに先生に言うんだよ。もしイー君をいじめるようなやつがいたら、この学園の生徒とか関係なしに先生すぐに潰してあげるから。仮に私に対しそのように受け取れる行為をしてくる者がいたとしても、きちんと自分の力で解決してみせます。ですから問題ありません。そっか、まあイー君はそう言うと思ったけどね。全く立派なんだから。それじゃまたね。兄さん、チェス、エス。辰巳って、あの辰巳なの？すっごい。聞いたぜ、お前って、あの辰巳なんだってな。ねえねえ、辰巳くんのお家ってあの辰巳なんでしょ？二見お姉さま、出かけ。
私の遠縁の娘でな、昔からの付き合いだ。ミトラ・メメメという。あなたがエド？だから辰巳でしょ？いたぜ、お前ってあの辰巳なんだってな。ねえねえ、辰巳くんのお家ってあの辰巳なんでしょ？待ってたよ。ずっと辰巳が来るのを待っていたの。ずっと前から決めていたの、辰巳が来たら潰そうって。じゃあね、エド、覚悟してね。じゃあ、二見お姉様、ごきげんよう。うん。良い子だろ。二人ともすぐに打ち解けてくれたようで、安心した。私が親しくしてる相手は、できれば向こうにも気に入ってもらいたいからな。昔からどうも妾は私が仲良くしてる相手ほど相性が良くないらしくてな。あんなに良い子なのに、皆なぜか彼女のことを怖がるんだ。まったく不思議だ。